皆さん、こんばんにちは、アポロンです。今回も初めの一歩プレイしていきたいと思います。で、今回は高村守編です。まあ高村は初めの一歩でも最強キャラだと思うんで、そんなに苦戦はしないかなとは思いますが、どうでしょうか。一戦目は誰かな。あ、玉木厚志かな。いつもここなんですよね。おお、軽量でリミットいっぱい。減量ができないのか。え、どういうことだろう。最低体重とかあんのかな。最高体重だったらスタミナ切れとかあんのか。まあこれは同じだからな。おお、でかいな、さすがに。なんか巨人に見える今までのやつらはちょっと小さかったから、このミドル級が巨人の集まりに見える。なんか見たことあるな、この玉置か。まあそこら辺は仕方ないや。で、おお、どっちも強そうだぞ、動き的に。普通に勝てるんじゃないか、打ってたら。めちゃ強いからな。あ、でも、あれか。結構かわしてくるな。普通にジャブと。意外にかわしてくる。まあ1位だもんな。一発当たったらどんどん食らうからな。このゲームは。一発当たり始めるともう止まらんからな。強いな。ロープギアで強いな。なんか、かわいそうだな。後頭部じゃないか。え？強っ。相手が弱いわけじゃないよな。おお、強い。この感じでガンガン行きたいな。まあこれはいつも通り。お、出た、クマ。これ原作でもあるんですよね、確か。クマすら出ねえのかよ。そりゃ伝説だな。クマってほんと怖いからな。ほほほ。くはぁ。すごいな、この状況で戦おうと思う。精神力がすごいな。こいつの倒し方わかってるから。くそ、こいつ。これだからな。やばいやばい。こいつはもう、うわぁ、やばい、もう。もうやばいのに。一発食らうとやばいのに、もう食らってしまった。こいつ、舐め腐ってるな。これだからな。うわ、おお、死んだ。死んだ。悲しい。本当に死だからな、これは。
あるのか、負けたバージョンも。畜生。マジで強え。出血ね、いやー。さあ、リベンジ。倒し方は分かってるんだけども。あの時の緊張感はないからな。お、食らった。めっちゃ食らってる。おお、食らいついてきた。おほほほほほ。カウンター決まった。いや、早っ。20秒ぐらい。倒れてる。熊鍋にでもしたのかな、この後。おおって救急車呼んだ方が、おハゲが来た。2位か。信じておらんって。すごい傷があるのに。おお、まだ国内チャンピオンなのか。傷跡すごいな。かっこいいな、確かに。でもこの傷跡は。まあ、いい。ハゲ。あ、でもハゲの顔見たかったな。ハンマーナオと似てないか、こいつ。ハンマーナオって言ったよな。普通にボコボコにできるな。能力が違う。ハゲかわいそうや。せっかく髪まで。おお、立ち上がったか。くかわいそうだな、ハゲ。こう。おー、微動だにしないぞ。やばいんじゃないのか。強いな。またコメントはいつもと同じかな。はい、同じです。おお、フィリピンのミドル級チャンピオン。減量失敗。あったな。顔がやばいな。おお、早いラウンドでか。なんかミイラ化してないか。どんな相手か見よう、今回は。顔がやばいな。覇気がねえ。顔に覇気がねえ。刑務所から出てきた。え？マフィアのボスみたいなやつが出てきたんだけど。さすがフィリピンだな。フィリピンって今ドゥテルテか。大変だな。そりゃこれぐらいのパワーがないと生き残れないか。顔がすげえな。顔だけやたら黒くないか。ちょっと弱いかな。パンチ力がない気もするけど。まあ、スピードはそんな落ちてないな。おお。ガードが下がってんぞ。
左のガード下がってんぞ。あ、でもいつものパンチ力ないな。バシバシ決まらん。左のガード、おお、舐めてんな。軽いぞ、パンチが。くそ、こんだけ入っても倒れないって、ほんと、パワー半減なのかな。2発連続ぐらい入れたいんだよな。こんだけ入ってんのに。タフだな。まあ、フィリピンのチャンピオンだからな。もう舐めてきてる。こいつこいつ。こいつ壊すの下手だな。うまくロープから逃れてくる。倒れないんだよな。かなりパンチ入れてんのに。それ高村は必殺技ないんで、普通にまあ強いって感じですね。よし、ようやく倒れた。相当入れたぞ。もうだいぶ足が遅いな、もう相手も。よし。フックがやたら入るから。くそー。パンチが軽い。あ、もうちょっとだな。かきら回復してんもんな、今のとか。お、打ち合いになってる。顔が大丈夫かこれ。今日なんで当たらないんだろう。すげえ打ち合い。すげえ打ち合いで相手も一気に来てる。これ我慢比べ。うわうわ、これ負けてないか。うわ負けてんな。カウンターにしないとやばいかも。よし、一発入った。これで変わってくるだろう。こっちのあれも鈍ってるな。うわ、やばい、フックに変えないとやばい。よし、はめた。よしよし、勝った勝った。結構苦しいんだな、やっぱり。さあ、チャンピオン戦、ブライアン・ホーク。世界王者と減量失敗もしていないと。トレーニング6日しせずに。
拳に宿る。おお。熊に勝ってるからな。で、いつもと感じが違うな。いつもと違うよな。世界線だからか知らないけど。でかい。でかく見える。2メーターぐらいに見える。ひらひらしたのつけてるな。いいのか、あんなボクサーパンツ。お、お悲観がいる。うわぁ、すげえ眉毛。さ眉、ふさふさ眉毛。おお、こっちも元気が戻りましたよって感じですね。どこで行われてんのかな？日本か。相手の国なのか。おお、避けてくる避けてくる。基本フックで多分パワーわかってると思うんだよな。おお、さすがのパワー。もう消え始めた。おお、なんだ、すごいスウェー。こののけぞりの方が力を使いそうな気もするが。よし、追い詰めてる追い詰めてる。くそ、避けられるだけだったら、避けるだけだったら強いな相手。よし、当たってる当たってる。おお、さすがの動きだな。ただタコ殴りには変わりないけど。よし、幸先いいですね。1ラウンドで行きたいな。あ、無理かな。よし、わあ。よし、いいリズム。よし、パンチ力ほんと半端ないんだよな、こいつ、高村。すぐにこのパンチが当たり始めて。よし、おお、2連発。こいつもクマ倒せんのかな、相手も。おお。あ、一発も入れれなかった。倒れてる時に一発入れたいんだけど。意外とカウンターも食らってるから。おおお、よし、一発入れた。さあ、あと一発。一発、あと一回倒れたら勝ちだけど。すごいな、こんだけ食らってノックダウンしないってことは、かなりのスタミナあるな、こいつ。
よし。もうこれはほぼ瀕死状態ってことですかね。生えてるな。足が止まってるっていうのは。次のダウンで多分、いけるかなと。おお、避けてくるようになったな。一発食らった。これで死ぬだろ。おお、さすがの体力。くそ、こいつ腹立つわ。これお、回復しに来てんのか。おお、カウンターっぽいな。おお、勝った勝った。これで世界チャンピオン。おお、さすがに強いな。お、冷静な、めちゃくちゃ冷静なジジイ。客外カードおかしいな。一定のパターンを繰り返してる客が。お、目が充血してる。感動したのか。誰、観客が言ってきてるのか。何か言ってくれ。すごい豪華なベルトだな。ヘビー級、ヘビー級はやばいんじゃないかな。エンディングが出なかったけど。はい。ということで、今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter の方もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。